劉備は生まれて初めて憎しみで戦を起こそうとしていた。関羽に続き張飛までもがこの世から去った。死ぬ時は同じと誓った兄弟が相次いで死んだ。だが関羽を討った呉、張飛の仇がいる呉はまだ存在している。劉備は諸葛亮らの制止を振り切り、大規模な呉討伐の軍を起こす。戦地の医療に渦巻くは劉備の憎悪、悲嘆、怨念。そこには大義も仁も民もなかった。ここに復讐の兵と化した職軍を悲しげに眺める職将がいる。関羽、張飛と共に戦い抜いてきた優勝張雲である。張飛殿に申し訳が立たない。いざ劉備殿のもとへ。張飛竜、いざ参る。よし、今こそ攻め時だ。者ども、かかれ。諸将との連絡が取れません。劉備様の所在も不明です。張雲殿、よくぞ来てくだされた。張飛竜、武人を立て直そうにも、もう愛されて。マリオ殿、将軍は一刻を争います。とにかく将軍を探さなくては。
て何を。リーデンは劉備様の所在をご存じないか。定かではありませんが、ここよりの反攻では劉備様のようなやつが長州。なんと劉備様は本を向こうに出てみろ。東に回れば南へ渡れるはずだ。急ぎましょう。そこは潰しちまうか。お前らついてこい。してくださると信じておりました。ご助力感謝します。貴殿の分感服いたしました。あれは殿。急ぎ救出に向かいましょう。します。参りましょう。私たちが進む道はまだ続いています。劉備様も無事に白帝城に入られました。趙雲殿が南方の敵を抑えてくれています。その間全軍を撤退させましょう。現在新たな兵器を準備させています。到着まで少し時間がかかりそうですが。わかりました。では準備が整うまで怒号で敵の追撃を抑えていきましょう。
ここは守りを固めるぞ。守り抜いて放棄を待つのだ。劉備殿は深い悲憤から戦を起こされました。無論正しい判断だったとは言えません。しかしこれは愛深きゆえの神の戦。愛を知る劉備殿こそ天下を幸福に導くのです。五軍にさらなる援軍投入の気配があります。ご注意ください。やはり孔明様は竜の化身。私にも力がみなぎってくるのが分かります。目の覚める戦ぶり見事。我が知略に勝とうなど風払いたいわ。孔明様、呉の増援が来着したとの方が。率いているのは兵法のようです。援軍を経て敵の士気は上がる。月へかの兵器の準備を急がせてください。はい、孔明様。逃走者ここへ。行く必要。孔明様、兵器の準備が整いました。まだ試作段階ですが敵の士気はくじけるかと。のほどぜひご自身でお試しください。これが新兵器トラ戦車です。